J2 節今日も元気に振り返っていきましょうか8月1日土曜日と8月2日のゲームでしたねえー、土曜日に1ゲームだけ岡山 VS 琉球が行われまして琉球21で勝利おめでとうございますメンバー見てみっかうーんあ岡山下口スタンメンですね、うん、でそう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 6分にね6番の風間高光希がねまあなんか怖いね 今回6番。なんか怖いね。琉球なんか怖いもの持ってるよ、これ。<笑>,笑えねえな。で、まあ試合としては琉球がボール持つ展開でしたね。まあただ、岡山もこう適度にプレッシャーをかけていて自由にやらせていなかったかなと。まあその中で岡山が先制するわけですが。えー、誰だっけ上田の縦パスだったかな。まあとりあえず縦パス入って、 で、まあ清水がね、かなり粘りまして、で、そこを山本が抜け出したんかな。で、マイナス気味のクロス、あ、違う、シュート打ったんか。で、こぼれを三村が詰めたんか。だね。うん。で、ね、11番が三村が詰めまして、先制ゴール岡山でした。えー、16分のことでしたね。はい。で、まあ、岡山がペース握るかな、みたいに思いながら見てたんですが、まあ、琉球がうまく試合運んでいった感じでしたね。 そうですね、琉球はね、そうサイドに、まあ、流れる展開作るのうまいし、そこからこうマイナス気味の低いクロスをね、意識的に入れることで、まあ相手のディフェンスの目線ずらしながら、まあシュートに持ってくくってところがうまかったかなと。で、まあその中でセットプレイでまあ同点に追いつくんでね、じゃんけんに勝った。<laughs> じゃんけんに勝った上里がね、点取るわけですね。じゃんけん強いんです、この男。ね、富所に勝って。 でフリーキックもうまいっていう、しっかりと沈めてね。よかったねって感じです、ほんとに。ね、で、84分ですね、試合終盤。まあ、無回転ミドル。誰だったっけあの無回転ミドル。風間だったかな誰だったかな <laughs> ちょっと覚えてみや。誰かの無回転ミドルのこぼれ球をね、安部拓馬。さすがストライカー。しっかりと詰めて、うん。なんか、 ふわっとした雰囲気の中、ゴールが決まりまして、琉球は逆転勝利ってことでね、おめでとうございます、本当に。うん、ここから本当調子を上げていってほしいなっていう。やっぱ琉球の目指しているサッカー、ね、見てて楽しいですね。やってる人も多分楽しいんでしょうね。そんな感じがしますね。うん。今後の琉球に期待。 で、えー、栃木、新潟、0-0。まあ、スコアレスドローでしょっぱい試合かなーって思いがちなんですけれども、まあ、中身はすごい濃かったな、なというところで。ゴールピ、ゴールキーパーなんだ。栃木、ゴールキーパー変わったね。うん、だとか、あーあと、なんだろう。あー、そっか、新潟の方は、そのね、ペドロマンジー、俺の大好きなペドロマンジーが出ため。まあ、実際、アウトサイドでね、 この <laughs> なんかオシャレなシュート打ったりしてましたね。まあ、川田がしっかり抑えてたけど。まあ、で、この試合も MVP は藤田なんじゃないでしょうか。ねえ、もう再三セーブしてましたね。あの、森の惜しいね、コントロールショットなんかもそうですし、終盤の独走とかもね。まあ、その前に新潟のディフェンスにあんな自由にやらしちゃいかんだろうとは思うけど。まあ、しっかりとゴールキーパーが締めたことによって、実際マジで2、3点取られてもおかしくなかったからね。 うん、で、まあ、栃木目線でいうと、やっぱ、その前線からプレスではめてショートカウンターっていう形、イベントだけじゃなくて、その遅行みたいな部分もね、できるようになってきたな、みたいな。まあ、そのやっぱ若手選手たちがだんだん経験積んで、J2 で戦える選手っていうのが増えたことによって、ね、攻撃の幅が広がってんのかなっていうふうに見てます。まあ、フォワードはね、すごいベテラン陣が引っ張っていくみたいな。 うん、今年の栃木面白いですね。まあ、ただ結果はね、0-0だったんですけれども、まあ次に繋がるゲームだったんじゃないかなと思います。で、11甲府 vs 山口。はい。いやー、この前さ、確かなんか、ねえ、有利とね、高井以外にも受けたあたりが覚醒したら山口面白いんだけどね、つったらマジでこの試合でゴール取りました。ねえ、まあ泥臭い感じのようなゴールですけれども、いやー、フォワードらしくて良かったですね。まあ、そのシーン、お金りしも頑張ったんだけどね。 うん。まあ仕方ないね。はい。そう、河野はね、連続出場ということで、まあゴールとはならなかったけども、はい。いやー、山口もまた面白い面々が揃ってんだよな、若手選手たち。うん。で、まあ甲府の方はですね、何分だ ?67 分か。えー、セットプレーからね、誰だっけニアで誰かが反らして、で、泉沢がね、 その浮いたボールを右足に当ててゴールということで、まあ泉沢がセットプレーから点取るってのはあんま見たことなかったんで、まあ、もの珍しかったなあと、はい。まあ,あと、そうだよね、フルス対戦ってことで、森ーターなんか途中から入ってて気合い入ってましたね、やっぱ。うんチャンスシーンもね、作ってて。まあ終盤の方山口ね、山田なんかのファインセーブもありまして、よく耐えたなってところで、まあ、興奮もね、はい攻めてまして。 はい、ま一、あ、日ドローでしたね。まあ、ドローにふさわしい感じだったかなと。で、松本、北九州は、北九州が強いの何の <laughs> 強いの何のまあ、松本序盤の方は、裏端ンテパスから坂野とかね、押し集とかあったりしたんですけれども、であと後半の最初の方。 左サイドのクロスからまた坂のね、あそこが決まってたらまた違う試合でみたいになってたかもしんないけどね。59分にね、D サロー、アキラシュブラーナですね。いやー、乗ってる人の足元にボールがこぼれてくんのよ。うん。まあでもやっぱあのゴールシーン、そのね、ワンプレイ前の椿のあの切り返し、あのアイディアってなんのがやっぱ一気に山ガのね、ディフェンスを嘲笑ったような感じがして、結果的に D サローにこぼれてきました。 まあただしかしギサロもやっぱあの局面ね、緊張するだろうにしっかりとね、決めるところがさすがだと思いますね。うん。で、まあその後には松本がね、久保田のシュートを惜しいのとかあったりして、まあ綺麗な崩し作ってたんですけれどもね、北九州。ね、右サイドの方を突破して鈴木だったかな。で、中で待ち構えてた町野がね、待ち構えてた町野がね、うん。 待ちに待った。町なの,のゴールで。2対0とリードし、まあ最後に中身がね、ミドルシュート。まあ誰かに当たったんだけども。ね、中身がゴール決めるも、まあ2-1で、北九州が逃げ切りましたよと、うん。なんか中身は長距離のゴールが多い印象がありますね。やっぱ、シュート力があるからかな。そんな感じがします。まあちょっと山川、昇格。 <laughs> はい、で、長崎 VS ヴェルディです。0-0。うん、まあ0-0ってゲームでしたね、これはね。まあ、両チームともちょっと疲れの色が見られたんじゃねえかなっていうゲームで、まあ基本的にはヴェルディがいつも通りボールを回して隙を伺うんですけども、で、まあ長崎はカウンターを狙うみたいな展開で。うーん、まあ長崎の方は、ちょっと首位、まあそうですね、まあでもまあ、 こういうゲームがあっても仕方ないかな。まあ、ビクトルイ・イバルボがいなかったっていうのもありますが、ちょっと攻撃が本当に単調でなんか、ロングボール入れるかセットプレイ、コーナーなんとか取ってセットプレイかみたいな、その2パターンぐらいしかなかったんで、そうですね、ヴェルディ目線から見ると大して怖くなかったなという。まあでもやっぱり特殊毛の髭の毛量の濃さは怖かったです。で、まあ、ヴェルディで言うとね、まあ、そうですね、やっぱ最後の決めきる部分、 あの崩すシーンはね、何回かあったんですけれども、そこにちゃんと走り込めるかってところで、あと、ートもね枠に飛ばせるかってところで、ちょっと課題が残りますね。そこは、まあ、やっぱ、レアンドロー、大久保が復帰してほしいなとこう。うん、そこら辺が戻ったらまた変わるんじゃないかな。まあ、長崎、良かった選手はげると、二見、いや、良かったですね。しっかりと読みディフェンス、ディフェンスのところでね、中盤で潰すところも含め、読みがさ当たってるかった、か <laughs>、神々はは、かみはみ、ってたかなと。 はいまあ、あと澤田、やっぱ強引にね、前に突破できる力あるんでよかったかなと思います。うん。まあ、ヴェルディの方で言うと、やっぱ藤田ジ,ジョチーチマまあ、疲れてはいたけれども、やっぱり中盤でね、その落ち着いてプレイしてたと思いますね。うん。で、京都町田。はい、京都、サンガスタジアムで、ちょっと強すぎる。強すぎる。もう一回言う、強すぎる。うん。 印象に残ったシーンね45分だったかな安藤が粘ってそっから京都がガーって駆け上がってってで誰かなんかね詰めるんですよそれこそ金久保かななんですけど秋元がねビッグセーブっていうねあの展開は熱かったですねでまあそうですね町田の方もね吉尾のシュートとか惜しいものがあったりまあ安藤ポストプレーとかも頑張ってたんですけれどもまあ京都の方がちょっと一枚上手だったのか えー、まあ、79分ね、コーナーのこぼれからジュニーニョクロスでバイアスネットユらスもオフサイドっていうシーンがありまして、ね。ここでちょっとぬか喜びさせられましたね、京都としては。ね。で、そこでオフサイド判定テらって、もう怒りの京都ですよ。もう直後ですね。流れるような連携から、えー、正二だったかなからサイド行って、みたいな。で、中、なんかもうジュニーニョ行って、歌カ行って、最後金久保みたいな感じでしたね。なんか歌か髪型変わったかな なんかね、気持ち、なんか、歌かの、歌かの,の、この辺がなんかね、も,もっこりしてたね。<laughs> こんな感じで、歌かの、ここら辺がもっこりしてた。なんか、歌か髪型変わったかなっていうの。俺は、この試合で気づきました。すでに変わってたかもしれない。なとりあえず、そんなことどうでもよくて。ゴール後に毎回、なんか、盛り上げ映るのが面白いですね、スタンドにいる。<laughs> ね まあ、パフォーマンスもね、ユニークで。ちょっと時間かかるから、相手チームからしたらイライラするだろうけど、まあそこは5愛強ということでね、ホームで4戦4勝いや、もうなんかこれだけでもこのスタジアム作った意味あるなって感じですね、京都からしたら。おめでとうございます。京都が1-0で、宇野0勝利。で、水戸、金沢。これもなかなか熱いゲームでしたよ、これね。えー、っと、先生は水戸で。えー、ロングボールだ。違う、あれだ。ディフェンダーのミスだ。 そうだそうだ。なんか、後ろで回すところで <laughs>、ちょっとね、ボールが当たっちゃってね、イージーなミスから、まあ、山口が突破してって、さすがキーパーをかわすっていう。まあ、あと、中山のね、パスも打つ、ね、優しくて、ちょうど走らせるようなパスで、これもよかった。うん。ただ、ただ42分ねこれね、こっちもまた水戸のデ <laughs> ィフェンダーのミスで加藤が押し込み、まあ、同点に追いついて前半終わるわけです。で、54分、えー、白井のロングボール、ね、えー、うんどかのこぼれ、 ルカオがね、いや、気持ちいいゴールでしたね。スパーンってね、決まりまして。いやー、金沢好調だなーって思っていたんですけども、63分、中山。中山はね、本当になんか、背負って、そっから反転してシュートを打つっていう。これはね、これやらせたらもう、中山の右に出る者はいないかなっていうところですね。同点に追いついて、二二、そして90、90プラス3分。松崎とのワンツーで抜け出した RF ピットブルー。 うーんこの選手、ちょっとね、俺はシーズン、シーズン最初からいなかったんやけいや、ノーマークだったけど、いやー、かなり怖い選手になってますね。ひょっとしたら夏に引き抜かれる可能性もあるんじゃないかなと思うぐらい活躍してますね。ねえ、そしてパフォーマンスもなんか独特でしたね、あれね。なんか、ンハンに出てきそうな感じでしたね。討伐に2、3時間かかりそうな感じですね、アレフ・ピットブル。はい、3対2でね。 えー、逆転じゃねえ。や勝ち越し。うん、一応逆転してんのか。水戸が勝利。接戦を制しました。いやー、今年の水戸は面白い。で、えー、大宮、福岡。これはまあ、いろんな事情がありまして、えー、試合が延期ですかね。中止ですかね。わかりませんが。なりまして、えー、千葉、群馬。あー、群馬おめでとう。千葉は、まあ、メンバー見ると、あれですね、鳥海。 うん、チャン・ミンギュ、この辺も信頼されてるんだろうなっていうところがありますが、そうですね、試合展開でいうと前半ん、ボールを持ちたい群馬だったんですけど、まあ、千葉のプレスがはまって、カウンタークラ督らーンがまあいくつかあったかなと、そんな中、ロングボール、うん、のこぼれ球からね、山下が強烈に叩き込むっていうゴールが生まれまして、それが35分。まあ、あれはキーパーの清水はまあノーチャンスだったかなと思います。 えー、で、まあ、それでですね、45プラス3分ですね、これね。まあ、<laughs> 群馬、19番白石。うん。これやっぱ、演技力、俳優になれますわ。<laughs> 演技力が高かったと思いますね、これは。まあ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 。<laughs> これ千葉に俺は同情しますね、これはね。<laughs> これは、うん、素晴らしいアカデミー、アカデミー賞。な <laughs> ん<何>だ。<laughs> 俳優、上演大優賞。はい。 で、まあ、大前が <laughs> しっかりと沈めまして、いや、おめでたいですね。なかなかね、うん、試合にも、うん、コンディションとかで間に合わずなのか、出てなかったなんかまあ、PK だけども、点を取ったことはでっかい。うん。まあ、で、後半は、そうだな、まあ、お互いにチャンスあったかって言ったら、まあ、群馬の方があった感じの印象で、えー、ね、新公平からね、林良平の決定期とかもあったり、で、まあ、ラストですね。 お前のコーナーからこぼれたところね、小島がね、ファーで流し込むっていう、2、1。劇的な、ね、展開で、群馬が逆転勝利いたしました。まあ、群馬どうやら千葉に相性がいいみたいで、確かに俺の記憶を遡ってもね、高井和馬がロングシュートで決めた試合とかもあったり、確かに千葉相手に相性がいいのかもしれませんね。まぁ、あ、千葉はちょっと苦しいなぁ。 で、徳島 VS 山形1-0徳島勝利。まあ、支配率、あ、出てないか。まあ、支配率見ても徳島がボールを握って主導権握ってるゲームだったんじゃないかなと。まあ、前半の方で言うとね、まあ、赤北も、まあ、前半も後半もだな、赤北決定権ありました。あ、そうそうゴールキーパー上福本でしたね。うん。えー、で、まあ、ゴールの形ね、この、まあ、唯一の得点になったわけですけども、74分、形が本当に美しかったですね。 えー、誰だったかな小西からあー抜け出した西矢かで折り返しをきたが決めるって形だったかなうんまあ、徳島のほんと狙いがうん形としてちゃんと実ったゴールなんじゃないかなというところでまあ、山形はね終盤は攻めるシーンもあったりまあただ決めきる力が足りないっていうのとなんか運も見放されてんのかな <laughs> 山形、ちょっと厳しいですね。失点はそんな多くないんですけれども、得点がいかんせん取れんので、まあ、勝ちませんわな。ちょっと、厳しいです。そろそろ勝利しないと、もう、昇格は厳しくなってきますね。愛媛、岩田、1、2、はい、岩田。いやー、これは待ちに待った勝利だったんじゃないでしょうか。うん。えー、まあ、 前半割とね、岩田危ないシーンがあったんですよ。ゴールキーパー村で、まで、あ、このシ村ラが活躍したんですけども。まあ、三原のシュートね、結構今乗れに乗ってますね、ルーキー、三原。どこだっけどっからあ、愛媛ユースか。あー、これもまた楽しみだなぁ。もう三原がね、あの、惜しいシュート打ったり。で、前半終了マギアに、あ、志村ね、ビッグセーブありまして。 えー、ここで決められてたらまたわかんなかったね。で、まあ後半に入りまして59分、大森。えー、ルキアンが大森に渡しまして、もうここからね、俺はシュート決めるぞみたいな、もう気合がね、<laughs> オーラで伝わってましたね。はい、中に切り込んでって、もう理想的なシュートでしたね、あれはね。キーパー止めるの難しい。で、そして63分は逆ですね。大森からルキアンだったはずですね、確かね。うーんで、またこの選手もシュートうまいですね。落ち着いて、ゴールへのパス。 と言わんばかりの冷静に流し込みはい2-0でリードして、まあただしかしてこれだけで終わりませんでしたね。84分、愛媛、えー、前田の,のフリーキから、えー、三原だったかな。で、シュートがまあちょっとコース外れたんですけど、それがいい感じに、西岡大使の、ね、頭に、まあ、当たったというよりか、まあ普通に西岡が合わせにいったか、うん。反射神経素晴らしかったですね。で、まあ1点、一矢報いれも、うーん、岩田、粘りの勝利。 いやよかったよかった。岩田はどうでしょう俺、前、後半見てたんだけど、この前半出てた、えー、ターだっけセー太直也この選手どうだったんだろうね、まあ、前半で変えられてるってことは、そこまでキレキレだったわけれないのかなどうだったんでしょうかまあ、岩田サポーの人がいたらね、セターの活躍ぶりを教えてもらえるとありがたいです。はい。これで全部振り返ったが じゃ順位表を見ていきましょう。これは J1、ね、だ。j 2の順位表をご紹介でん。ほい。まあ、長崎。うーん。まだ種類を。そっか大宮市やってないからな。はい。徳島、北九州。この辺がまあ調子上げていますね。うん。で、京都、うんまここ。ジブロ。うーん。うんうん おお、もしまあ、最下位群馬も勝ったんでね、まあ、割と混戦になってますね、下の方も。おお、ああ、まあ、だんだん、まあ、大宮がこのね、消華、次の試合、福岡戦がどういう結果なのか分かんないけど、まあ、そうだな、まあ、長崎、まだ無敗、強いですね、やっぱ失点も少ないしね、5とね、うん。まあ、でも、まだこの辺、まあ、分からんな、長崎もな。 け、その攻撃力はそんなそこまで継続的に続けられるかってと言ったらまだわからんのでうんいや確かにやっぱ守備は硬いんですけれどもねそうですねやっぱ連戦になってくるとなかなかね難しいよねメンバー入れ替えながら戦わなきゃいけないからはいっていったところでえー、北九州が4位につけてるのが俺としては意外かなーうん 嬉しい意外ですね。若手選手が躍動してて。はい。得点ランキング見ていきましょう。ょ更新して。はい。おー !1 位に3人だ。ルカオ、ル、ルルル,ル <laughs> あ。ル、ルタか、ルる。ついなかった。ルカオ、ルキアン、ウタか。外国人選手が上位ならない試合。おー、山口、ここ行ったか。いいねー。ナファビオ、あったあた。ディーサーロ、来たね。いいねってな感じで。 あれ、フィットブルも来たね。すげえ、水戸の面々が結構上位来てるよ。おー、水戸の攻撃陣いいね。いやー。はいはいはい。まあこんな感じの得点ランキングになっております。いやー、楽しみだー。<laughs> 今後も楽しみだー。いやー。ねジュビロがこっからなんか5連勝ぐらいしたらまた面白くなってくるなー。うん。はい。以上ですー。